4月下旬の第5回のこのサイバーシンポジウムで一言ご挨拶させていただきまして、まあ、半年ぶりですけれども、2回目のお声掛けをいただき大変ありがとうございます。このシンポジウムの冒頭は、文部科学省や内閣官房の幹部の一言挨拶というコーナーかと思いますけれども、私は今、国研の研究所の所長という立場で、まあ、行政のど真ん中というよりは少し距離を置いてと言いますか、まあ、少し、まあ、他の方々よりは全体が見えるようなところにおりますので、まあ、そんなことからですね、特にこの半年を振り返りまして、2点ショートメッセージをお話したいと思います。まあ、1点は、政府部内の動きなんですけれども、これはご案内の通り、新しい菅内閣の下で、まあ、デジタル大臣に平井大臣が就かれて、すべての行政分野でデジタルということで、まあ、教育について言えばですね、中央教育審議会でそういう中間報告がされるとか、文部科学省の中にはですね、先月9月末に萩生田大臣を本部長とするデジタル化推進本部、こういうものができまして、また、まあ、総理が開催する教育再生実行会議というのもございますけれども、そのもとの初等中等教育のワーキンググループと高等教育のワーキンググループ2つあるんですが、これにまたがる形でですね、デジタル化タスクフォースと、こういうのができまして、喜連川先生も5名のメンバーのお一人なんですけれども、今週その第1回が開かれて、デジタルという観点から、まあ、期待のない議論がなされました。まあ、教育の世界の中で、これだけ、まあ、多層的に政府中枢でですね、デジタル化が議論されるというのはもちろん初めてのことでありますけれども、まさにこのサイバー進歩そのものはですね、その動きを先取りしているというふうに映ります。で、2点目、このサイバー進歩そのものについて、一言コメントしたいんですけれども、私は本日、この第19回まで、まあ、フルタイムではありませんけれども、かなりの回数参加させていただいております。ずっとフォローさせていただいておりますけれども、ご参加の皆様、おそらくお感じのように、まあ、何か従来になかった不思議なことが起こっているという、まあ、ありていに言えばですね、デジタル空間上に、まあ、自然とこうプラットフォームができることによって、いろんな、まあ、ハードルを超えると言いますか、まあ、ボーダーレスが出来上がっていると当たり前のことなんですが、そういうことを、まあ、実感できるということが起こっているような気がします。まあ、一例を挙げればですね、もちろんこのシンポジウムそのものは、まあ、高等教育を止めるなと、こういうことでスタートした、まあ、このサイバー進歩だと理解しておりますけれども、半年前に私が4月に挨拶した第5回の時は、まだ例えば初等中等教育関係者多くはなかったんですけれども、その後、たくさんの、まあ、高等学校などのプレゼンもなされて、まあ、言ってみれば自然とその校内接続がですね、このプラットフォーム上にできるようなということを目の当たりにしております。ね、あるいはですね、距離のハードルを超えると、まあ、地方大学の魅力的な取り組みのご紹介もありましたし、本日もございますように、世界からのレポートもあります。また、まあ、制度のハードルを超えるとかですね、さらに、まあ、世代のハードルを超えると。教える側、学ぶ側という関係だけではなくて、特に本日も紹介ありますけれども、学生の方が主体的に取り組まれるという、大変魅力的に感じております。まあ、これ、7月にですね、ちょっと宣伝で、これ、私の研究所のニュースなんですけれども、ここの関東コラムにですね、こう新しい、何ですかですね、価値創造を目指してというようなことでちょっと書いたんですけれども、ちょっと読みますとですね、デジタル空間の中の同じプラットフォーム上で議論し、失敗体験を含めた分かち合いを行うということで、新しい出会い、新しい気づき、新しいチャレンジが自然と生み出されているようだ。パンデミックの危機的状況の中で、デジタル空間上で新しい価値創造がなされる。これはまさにポストコロナ型の競争の姿、共に作り上げる、創造するんですけど、競争の姿なのかもしれませんと。まあ、こういうことをちょっとここに書いたんですけれども、まさにこれはですね、このサイバーシンポジウムのここでの体験を通じての実感を書いたものでございます。まあ、さらにそれを展開させていただきましてですね、先月ですか、うちの研究所で開催したシンポジウム、これもありますかね。これはデータ駆動型の教育時代にですね、まあ、学習評価というものを議論したものなんですが、まあ、これで初中教育が中心のシンポジウムでございましたけれども、喜連川所長や九州大学の安浦先生にもお話しいただいて、まあ、中身も1500名オンライン参加と盛況だった上にですね、その成果共有のやり方もですね、このサイバーシンポジウムをパクらせていただきまして、まあ、私どもの研究所のホームページに資料を掲載するとか、さらに今週から動画も掲載すると、
ということで、このサイバーシンポジウムと同様にお見逃しサービスもしておりますので、まあ、ご関心ある方は、国立教育政策研究所のトップページをご覧いただければと思います。まあ、そのようなことでですね、このサイバーシンポジウム、いい意味でどんどん自己増殖的に発展しているものと考え、本日も非常に楽しみなメニューかと思いますが、また新しい価値創造につながることを期待いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。